黒蜜きな粉で食べる簡単ピーナッツ豆腐ってことですね。ピーナッツ豆腐を黒蜜きな粉で。そうなんですよ。黒蜜きな粉、この無敵の組み合わせで甘く美味しいですし、ひんやりと冷やしてありますんで、こういう暑い時期にはするんと美味しくいただけると思います。いいな、今日みたいな日にぴったりですね。そうなんですよね。これがまた非常に簡単にシンプルに作れますので、はい、ぜひとも覚えていただきたいメニューでございます。では材料見ていきましょう。こちらです。ピーナッツバター 40g、 アーモンドミルク、今回は砂糖不使用のものです、 150ml、 お水 100ml、 片栗粉 30g、 そして黒蜜ときな粉はもうお好みで好きなだけご用意ください。ピーナッツ豆腐は出来合いのものを使うんじゃなくて、そこから作るんですか？そうなんです。意外とですね、それらしいものが簡単にできちゃいますので、もう揃えるのも簡単ですし、作る工程もっと簡単です。ほう、やってまいりましょう。はい、じゃあまずはですね、こちら鍋があるんですけれども、ここにですね、ピーナッツバター、アーモンドミルク、水、片栗粉を入れていきましょう。じゃあまずはピーナッツバターからいきましょうかね。これが40、あの食パンに塗るやつ。そう、もうあの美味しいやつですね。美味しいよね。これを入れまして、そしたら次はアーモンドミルクいきましょうかね。150ですね。アーモンドミルクって売ってるんですか？最近コンビニとかでも売ってまして、非常に体にいいってことで今すごい人気なんですよね。また豆乳とはまた違った風味の良さとかですね、アーモンドらしいものが150入りました。お水100ですね。はい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 、入りました。そして片栗粉が 30g。 はい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 、入りました。入りました。さあ混ぜていくんですけどね、これ熱しながら混ぜるんですか？これはですね、温める前に一回冷たい状態で混ぜちゃってください。あ、そうなんですか。はい、もう馴染ませてからね、火を入れていきます。結構この片栗がですね、まあ火かけると固まっていきますんで、まあ、水溶き片栗粉も溶いてから使うあの感じですかね。そっか、なるほど。ピーナッツバターはちょっとまだなかなか溶けないですね。そうなんですよ。結構こう塊があるんですけど、これはですね、火入れた時に熱で溶けていきますんで、そんなに気にしなくても片栗粉が溶ければいいかなという感じですね。そうですか。まあ、これぐらい残ってて大丈夫ですね。はい、そしたらですね、火を入れていきましょう。よいしょ。大体熱なんですけども、はい、じっくりいきたいので弱めの中火ですかね。弱めの中火。そうなんです。弱火と中火の間ぐらいというか、これでちょっとゆっくりとですね、時間をかけて温めていく感じですね。こうやって温めていくと、だん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 ピーナッツバターが馴染んでいって溶けていきますので、混ぜながらしっかりと温めてください。で、温めていくと、だん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 この片栗粉が固まって、はい、こうしっかりめのこの混ぜ具合になってくるので、お、とろっとしてくるんですか？とろっとして、さらにもういきまして、もたっとするぐらいまでやっていただきたいんです。で、もたっとどれぐらいまでかと言いますと、事前に火を入れてたものがありますので比べてみましょう。あ、はい、できてるのがあるんですね、ここにね。事前にやっておりました。これぐらい。あ、そんなになるんだ。そうなんです。こんな感じのおもたっと感ですね。もうほぼ固まってるかのような、こんな感じです、ここまでくれば大丈夫ですので、はい、ここまでもたっとしましたら、ちょっとですね、容器に入れましょう。こっちがこうかな。はいはいはい、容器に入れていきますね。お餅みたいな感じになりましたね。あ、もうつるんといったね。つるんといきました。あとはですね、ちょっとこうなじませていただいて、トン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 上から落としたりすると空気もこう抜けますので、はい、落としつつ、あと粗熱をしっかり、熱いですから取ってくださいね。で、取ってもらいましたら、あとラップをして、ラップですね、うん、よいしょ。普通にラップをかけまして、この時にちょっとこう整えてもいいですね、はい、ラップをしましたら、あとは冷蔵庫で冷やしていただいて、しっかりと固まって冷たくなりましたら、あとは、好きなサイズにして、さて器に盛り付けて黒蜜きな粉をかければ完成です。